なんかそれで見るの。何の写真を。もういいよ。うん、写真。あ、カメラ持ってた。もう使いこなしてる。いや、それほどはそうでもないよ。そうでもない。うん、あ。カメラ持ってた。はい、こんばんは。浅井さん。こんばんは。こんばんは。今あの自殺について語ってたみんな。自殺自殺、誰が自殺するんですか。要は日本人は年間 10万人死んでるのよ、1年間で。だからそれをどう思うって。あなた一人で日本中の自殺者を3倍に増やしました。俺が3倍に増やしたの。おお、あやかいらっしゃい。理由、あなたに分かるように言えばいい。そうそう、感情が挫滅した人間が正しいとあなたは放映し続けてるから。だから、うん、ねえ、画面ぼやけるね。なんだろうね、うん、あなたはものすごく頭が3倍になりました。なに、俺のせいで自殺が3倍に増えたの。うん、俺が自殺を増やしたの、減らしたの。3倍。3倍。うん、3倍って何。なんだ、え。もういいよ。え、3倍に減らした。知らない、浅井さんが言ったんじゃん今。いや、だってあなたは聞いたんで3倍に減らしたのって。じゃあどういう観点で減らしましたか。いや、減らしたんじゃない。今自殺についてやってたらどういう観点で減らしましたか。減らしたとか増やしたとか言ってなくて、自殺をどう思うかっていうのをみんなで話してたの。してあなた一人で、いいよ、分かってた。じゃあ自殺者を増やしてさ、楽しいだよ。え、自殺者を増やして楽しい、すげえこと言うな。え、あ、いいよ、配信するんじゃ、いいよ、つけて。いや、だから、自殺者を増やしたら、福祉が面倒見てくれるだよ。ああ、そうだよ。生活保護でしょ。だから、そう、さあ、でも、一生懸命お仕事しなきゃならないですね。そうだね。福祉のためにね、あの、自殺者を、死んだ人が何人出れば、うん、そうじゃないね。だって私あれだもん、福祉事務所の人だってあれだ、人間なんだからね。そうだよ。だからあれだ、多分あの和道さんを退治して全ての人を生かす方向を選ぶでしょ。なんで俺退治されんの。浅井さんの声聞こえてるみんな。あ、そうだね、いじめ問題とかいいかもね。浅井さんの声聞こえてたら手挙げてみんな。うん、どう聞こえてる。あれ、カメラどこ行っちゃった。カメラ新しく変えたの。いや、あ、聞こえてる。あった。あやか最近来なかったね、久しぶりだね。変えてないじゃん、この前と一緒だ。この前と同じだよ、うん、これで十分だよ、これ以外で。これいいよ、これいいやつだな。あ、浅井さんこれ違うよ、使い方。浅井さん雑。え雑。雑だな、俺。そういうの苦手だ。そういうの苦手？うん、慣れるまで。やってあげる、やってあげる。いい。やってけど、あれじゃ慣れたらちゃんと使えるから。うん。うん、すごいじゃん、パソコン使いこなしてる。え？うん。これここやって。うん。クミタンいらっしゃい、和田つ。うん。クミタンこんにちは。そう、浅井さんはあのアルミ缶拾いのおばさんです。そう、おばちゃんです。アルミ缶はあと町内会を。よくして町内会を神の役にします。あ、ここじゃないな、これだ。うん、ね、じゃあこれ上これ。え、これこれじゃない、そう、これそう、こちらこれ違うこれ、そう、それ Wi-Fi、 それ、うん、それ今繋がってるからインターネットできる、これ。あ、そう、うん、できるこれね。もうこれさ、覚えたじゃん、すごいじゃん、パソコン使いまして。え、かっこいいじゃん、サイさん。うん、いや、これ、何？夜ご飯食べた？夜ご飯食べてないよ。しばらく経ったら動画も編集しようかと思う。動画編集やんの、浅井さんが。しばらく経ったらだよ。おお。5年ぐらいしたらかかるかも。5年。え、65でしょ？そしたら。え？浅井さん今年 60？ そうだよ、60だよ。65位だったらできるかな。65になって動画編集始めんの？バイタリティあるな。すげえな。で、お父さん。あ？お米炊いてもいい？いいよ。うん、お願い。何かな。浅井さん YouTube で今からふわっちで枠開くかんね。え？
すごいバイタリティで。いやだってフワッチはあれだもん。フワッチここでしょ。どこだ。あれフワッチなくなった？フワッチって言えばいい。あいいよ。俺が登録してあげる。いいよ。いやあできんの？フワッチって検索できんの？わ。フワッチ出たよ。出たね。すげえな浅井さん。言えました。次は私のフワッチを触ればいいんだよ。どこ触ればいい？フワッチここ。これを入れればいい？そう。そこね。文字の上。そうそこ。すごいじゃん。浅井さんツイッターやってる最近？いやツイッターはよくわからないよ。よくわかんない。これは配信する出せばいい。そう配信する。いいじゃん。すごいじゃん。これ許可にする。そう。おおすごい使いこなしてる。してこれを。ここに出ると出るんだよ。それクリック。そう。だからこれして雑談にしとこう。雑談にすんだ。いいじゃん。それでここ配信開始。お全部覚えたじゃん。すごいね浅井さん。ライブでいいやん、もう何でもいい。すごいね。浅井さん。配信中になっちゃったよ。大丈夫だ。大丈夫だよ。いいね。楽しい？え？浅井さんメガネまた壊れてるじゃん。穴開いてるよこれ。どこに穴開いたの？穴開いてるじゃん。メガネこれ直してあげるってこれ。いやこれいらないよ。いらなくんだって片方しかメガネついてない。今あとだってこれ前のやつじゃないじゃん。なんで片方しかレンズなんで片方取っちゃうの？突然なくなっちゃったの前の。してそしたら、ね、前のやつ丸いメガネの方もこっちなかったじゃん。なんでこれ取っちゃうの？いや朝起きたらなかったの。してで、ねまあ、次の日それでどうしてもなければ集めれないから、買ってきたの。買ってきたの？で布団敷こうと思ったらね布団からポロッと出てきてね着るそのまま寝ちゃって。直してあげるよ。ダメだよ。なんダメって。なんだよ。差し当たってこれでいいんだ。差し当たってこれでいいの？浅井さん髪の毛それ似合ってるよ短いの。髪の毛？短くしたの。みんな可愛いって言ってるよ。いや可愛い。いやメガネは体の一番力の入るところで、例えばね、これで、メガネがなければ10キロです。メガネがあったら、その8キロになるんだったらそれはダメだよ。何言ってるか全然わかんないわ。だから、体の力が入るところで、なんか調子が悪い時って体に力が入らないじゃない。それがメガネによって引き起こると。で、いや、だからね、あなたのメガネも、右目が全然合ってない。左目がちょっと合ってない。で、それって、要するに、視力障害見えるかどうかじゃなくて、体の力の入るところで止めとかなければ、ぐわーってくるんです。それはね、ぐわーってくるっていうのは、それこそあれだよ。屋根から飛び降りたくなるよ。だからね、そのメガネの調整ってすごい大事。でも私、友達みんな調整したよ。それがダメだから、それ体の力のあるところで、そのレンズの強さを変えなければならない。これ成功してみんな、成功に回ってるから、だからね、これってあれよ、一番大事です。だから、そこのヨドバシカメラの、浅井さんヨドバシカメラ好きだよね。メガネ屋さんに浅井さんヨドバシカメラばっかり行ってるよね。いや他にも行くよ。ヤマダ電機も行く。ヤマダ電機も行く。電気屋さんやたらヨドバシカメラ行くイメージあるんだよな。電気屋さんは頻繁に行くよ。好きなの電気。電気好きだって。例えばね、本作ってんだからプリンターが動かないで。そうだよ、本買うから本持ってきた。本ね、浅井さんの本3000円だっけ。3500円だよ。3500円か。買うよ。これすごいいい出来だよ。見た？私のホームページ。いや、ホームページ。お、すごい。何？思ってたよりちゃんとできてる。すごいよ。中病室もついてる。俺が思ってたのは A4 のレポート、A4 のレポート用紙をなんかホチキスで止めてる感じなんだけど、ちゃんと表紙もある。え、これ買っていい？3500円。ありがとうございます。うん、買う。領収書持ってきてんだけど、どうなないかもしれない。うん。やったー、レアだ。かっこいい。浅井さん、出版おめでとうございます。いや、これから。ちなみに、出版会社も浅井さんなんでしょ、これ。そうです。だって、後ろ見て、ほら。これ、後ろ。3500円。ほら。ほんとだ、製本浅井ゆき子って、すげえな。この時代に自分でさ、本作る人、俺、なかなか見ないから感動するよね。
だからそのうちでプリンターで出したんだよ。そうなの、500円お釣りある。でプリンターがね、パソコンとつなげるのに。だこれ全部自分で作ったんでしょ。そうだよ、すごい分量なんだけど。いやいや、すげえな。押し入れの中いっぱい入ってんだからさ。え、これ本当にレアでしょ。10年でも20年でもできるよ。やった、浅井さんのあの手作りの本、出版会社浅井さんだからこれみんな欲しいって言ってたよ。何が書いてあるかって。え、これ自分で作ったの？糊をつけて、うん、人生を再生させる方法。これどうやって作ったの？糸で縫ってんじゃん。縫ってあるよ、ちゃんと。え、これ何、ね、一個一個ハサミで切って糸で縫って、これ糊でつけたの？いや、こう、そうそう、あの、糸で縫い、あれだ、糸で縫ってあるから大丈夫だよ。すごい、これ自分で作ったの？すごいね。あ、そう、あの、あそこのハンズに行って聞いてきた。ハンズに行ってきたんだ。製法。はい、じゃあ4500円のお釣り。ありがとうございます。あ、とんでもないです。はい。500円の釣り、今、あ、ちょっと待ってください。いや、中身読んでみたかったんだよ。これ超レアだよ。手作りだよ。お釣り用意してくれた。すごくない？しかもなんかちょっとハンド、いや 中が中身の量がすごいんだけど。中が大事だ、中を読んでもらえる。中身の量がすごいんだけど、分量が。でもさ、浅井さんさ、これ思ったんだけど、あの裏面印刷されてないからそう、裏面印刷されてないから、あの1ページにつき全部白紙なんだけど、これ大丈夫？これあの全部表紙みたいになってんだけどこっち側どうしたの？こっち側プリンターで両面印刷するのはすごい難しいのでさらにプリンターが安くて両面印刷にはなりませんって分かったんで。え、なに、じゃあこれ基本的に1ページ500円ないですか？え、500円ないですか？すいません、お釣り持ってきます、ね、じゃあ500円、のんたん500円ある？うん、あ、いいや、ここにあるから。すいません、今度持って歩きますから、すいません。あ、いいよ、いいよ。領収書があるんだけど、うせ領収書欲しい。うん、うん、ほらなんか文字の量、これ浅井さんの歌が書いてあるんでしょ？え、浅井さんの歌が書いて、読んでください。わあ、読みますよ、わかりましたよ。内容は大事だ。内容、そうだね、それはまあ正論だ。ちょっと待って、500円俺出すわ。両面印刷できたらね、よかったのにね。あ、500円あったわ、500円あった。はい、あ、うん、はい、すいません。はい、じゃあ領収書今度ください。領収書、今あのボールペンが今ジャンバー探してない。すげえな、この時代に手作りで本作る人初めて見たわ。なんか熱いね、すごいバイタリティだよ。この本売ってるよ、浅井さん。これ欲しい人はどうすればいいの？3500円。私のホームページに申し込みます。あの宅配、あれで、お金と取り替えるその配達の仕方が。あ、これ超レアじゃん。2017年1月1日初版第1冊発行って書いてあるよ。そう、その時作った、正月に。え、じゃあこれ正月にできた。え、何、正月にこれを作ってたの、浅井さん？だっていつも私は配やってるんだからさ、じゃあほんとこれで何だ。え、何、浅井さん空き缶を休んで正月ずっとこれを作ってたの、一人で。そう、だから1月1日だったんだよ超激レアじゃん。え、これ何冊作ったの？いや、5冊か6冊作った。で、注文来たら急いで作るの。あ、じゃあ注文来たらもうこれ第1冊じゃなくて第2版になるんだ。う？第2版？え、第2、だ、初版って書いてあるけど初版の意味分かってないでしょ。いや、だからこれってだから同じ間が版で出すんだから、だから間も、うんと、あの、そうそうそう、だからパソコンに入ってる間があるでしょ。それが一般じゃないの？違う。いや、今2版も作り始めましたから。違う違う、それ2巻だよ。それ版の、それ版の意味分かってないでしょ。その次はあの2版目はもう何ヶ月かしたら出ますんで、皆さん楽しみにしててください。それ第2巻でしょ、それ多分第2版と。早く出したいなと思ってます、一生懸命。あ、研究所に行って一生懸命研究してきます。え、これさ、放送で読んでもいいの？みんなにこの中身を伝えてもいいの？だって私のホームページであの2週間に1ページずつ、あ、1週間に2つずつ紹介するの。今ホームページで紹介してありますから皆さんご覧ください。浅井さんニコ生の人じゃないよ、俺の放送しか出たことない、うん、よいしょ。何、これ今読み上げたらダメ？1ページだけ読み上げたら、だってみんなに紹介したら、おばさんのホームページにあれよ、みんなに紹介？まあいいや。オッケーオッケー、俺一人で読むわ。みんな知りたいかなと。あと今見てください。読んでいいの？言葉にしていいの？
言葉にする？いや、内容にあなた自分で読めば大体わかるじゃん。いや、俺はわかるけど、みんなわかんないじゃん。俺だけになっちゃうじゃん。ん？みんなも知りたいじゃん。あなたの意識が変わればみんなわかるよ。いや、そうじゃなくて、俺が読み上げないとみんなに伝わらないでしょ。いや、あとは、向こう様はみんな立派な人ばかりだから、うん、あなたが読んだ瞬間にどうなったかみんな見える。見えないっつう。見えるな、みんな。俺が読んでなんでわかるんだよ。そうだ、そういう人ばかり見てるよ、俺は。どういうこと？読んだらダメなの？俺が一人で読むよ、さ。いや、私の方ちょっとさ、浅井さんさ、これさ、なんでさ、4ページから始まるの？これ1ページ目じゃん、これ。いや、他の本見たらみんな4から始まってたから4にしよう。違う違う、それは、表紙があるから。それは目次が2ページあるから、これ4ページ目から始まるの。これ1ページじゃん。なんで4ページから始まるの？いや、1からできるよ。だから、ページ数変えれるから1にできます、うん。これ変えた方がいいよ。なんで4ページから始まるのよ。1ページが4から始まるの。じゃあそれは目次があって表紙があって目次があって4ページで始まるから4なのよ。あ、表紙があって目次があるかな。そう。でも今表紙つけたら、俺表紙なくて1ページ目がいきなり4ページ目になってる。今表紙つけたら2ページ2にすればいいんですか。そうだよ、そうだよ。なるほど、うん。でもなんかちょっとおかしいな。目次も作った方がいいですか。目次も作った方がいい。作った方がいい。目次並べ替えなきゃなんないですよ。だからまた時間がかかるな。じゃあ1個目のやつ読んでみるね。読む、うん、読むとはあれだよ。世界を読むとはあれだ。あ、これあれだろ、うん、これは大丈夫だよ。だって今、うん、ホームページに紹介してあるもん、これ、うん、これがで、おばあさんのホームページにも同じのが出てます。はい、アクセス数を稼ごうとしてる。浅井さんがアクセス数を稼ぎに来た。アクセス数を稼ぐ。なんでもない、なんでもない。これ消えちゃったの。あれ、なんかちょっとなんかインターネットのなんか技を覚え始めてるよね、うん、いろんなコラボとかも覚えてるし。私も枠開くとかさ。え、1冊3500円ですね。はい、3500円で買いました。僕前から欲しかったんで。止まっちゃった。これかな。浅井さん、サイン書いてよ。すいません。あ、え、コンセント。ちょっと待ってね。今刺すから。この前ちょっと浅井さん、サイン書いて、これ。美佐子さんの、うちに行った時にも言われた、サイン書いてください。うん、サイン書いてほしいよ。それさ、なんか特別な出版記念なんだから、知り合いにはサービスしてよ。え？知り合いにはサービス、サインぐらい書いてよ。ねえ、それくらい。これ途中で止まっちゃったのはどのようにするんですか。じゃあな。あ、治った。じゃあ、ここにサイン書いて、ここに、ここに、こちらにサイン書いて。サインで。和道へって、なんか和道へってサイン書いて。はい、でもサインってやったことないじゃん。いいね、やって、作家なんだからもう。なんて書けばいいの。なんでもいいよ、好きなこと書くの。浅井ゆき子って書くんだよ。で、日付ね。浅井さん、注文しちゃってよ。お、日付。浅井さん、字汚ねえな。日付。2017年。うん、1月。1月。30日。30日。うん、はい、皆さん、サインいただきました。サインいただきました。やったぜ、サイン入りでーす。やった。じゃあ、俺こちら領収書マジックで書いたらダメでしょ。ボールペンで書いてよ。めちゃくちゃだな、ほんと。はい、変わらず。よいしょ。ボールペンないの？ボールペン、今日持って歩いてたんだけれども、うん、それ今消えちゃったの。だから、ジャンパーのポケットかな、こうかな。いや、でもこれ結構内容いいぞ。え？内容いいぞ。読んでるけど。そうでしょ。うん、いい。内容すごいね。あれ、耳の真っ赤なウサギとか目のないウサギとか。あんなんじゃないもん。あれ、これボールペンあげる。そういう、あれ、そういうんじゃなくて。そういうんじゃないの。うん、あ、ちゃんと書いてある。いや、まあ書いてあるけど、書いてあるけどさ、少しぐらいは宣伝しようとか思わ、なんで破るのよ、領収書。だってさ、これね、これすごい議会あれだ、難しそうだよ。うん。これで領収書書いたことあるの？大丈夫？大丈夫だよ。ここに和道さんって書く。和道さん、そう。和道、これでいいですか？道です、道。うん、そう、和道さん。3500円。3500円。うん、
本一冊と書けばいいんですか。いや、まあ本一冊でいいよ。本題。本題として。として。うん。で日付。2000。じゃあそこに書いたの、ここに書くの。ああもうこれ書き直してよ、亜生さん。これ。これは領収書機能してない。うん。いやこれ結構内容深いですよ。そうだよこれ内容あれだよ。これあれだよ。私これ自信ある今日本人の人1個だけちょっと読み上げていい？これ気に入ったからダメダメかよちょっとなんか著作権にうるせえなこの作家この作家著作権にめちゃめちゃうるせえないや見たいなら買ってくださいいやめちゃめちゃ広めたいんだからこれ売れるよ点の位置が違ったよこれ点合ってるよこれでこれでいいこれで横棒引くのここにそうでじゃあここにお品代としてお、ひらがなのおで、品代としてうん、そうで、そこに、そうそうそう、日付ね2017年だよ、もう一回書き直して、これいや、非公開だってまあ、一応ね、作家の方向性がそうなんでいや、でも中身はめちゃめちゃいいですよ、これあの、ちょっとパラ読みしてるけどなかなかですね、これいや、でもね、本当にこれ、作家としてすごいよ。これもしかしたらプレミアつく可能性あるよ。しかも俺第初版だからね。サイン付きだからね。2017年。うん、1月。最初の1月。1月30日。そう。で、浅井さんの浅井さん印鑑持ってきた？あ、印鑑持ってない。持ってないの？これでいいですか？いいよ、ゆきこ。いいですか？オッケーオッケーオッケー。こっちが控えだからこっちが。そう、これが俺に。はい、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。浅井さん、こんばんは。くみたん。こんばんは。浅井さん、コメントいっぱい来てるよ。こんばんは。たくみさん、こんばんは。元気ですか？出口浅井さん、お疲れ様です。お疲れ様でございます。なんか今日どっか見たよ。なんだったっけ？そうだ。なんか、なんて言うんだい。演奏するんだって、なんか頑張ってください。いや、浅井さん、何？今日はどうしたの？今日は。今日？ね、放送やりに来たん。やりに来たわけじゃないんだけど、だけどあ、そうだった、うん、だけどごめんね、枠開いて。いや、もう来た、もう来てやってるよ。うん、どうしたん、ご飯食べてく。ご飯いらない、飯食ったからいい。飯食った、何食べたわけ。何かって言われても、早く作家生活になりたいんで、皆さん協力してください。いいね。なんで自費出版にこだわったの？なんでその出版社自分でやりたいと思った。いや、これってね、利益が、協力者と友達のところに行かなきゃおかしいや。だからね、要は お金を魂がつながってるものに行かなきゃまずいな。え？だから、お世話になったところに、そのお金が回るように。そう。ああ、なるほど。だからその大きな出版社が出すと、知らない人方が懐に入ってくじゃん。なるほどなるほど。ダメだよこれ。それはすげえ真面目なことが書いてあるんだから、そんなのに許されない。なるほど。要は知り合いのよくしてくれた人たちにお金を払いたいから、そうだから真実しか書かれてないからそうなったんで。うん。だから真実だけですから、皆さん真実は何かこれで、見ないでください。見ないでくださいって、買わなくていいの？見ないでください、どういうこと？見ないでください。真実は何かと見たときには大丈夫になってますから、よろしくお願いします。うん、何が大丈夫かって、健康がです。健康がじゃないね。浅井さん、これ目標何冊ぐらい売るの？これ。世界中1回に1冊。いや、でももともとそういうものが目標で書いたの。そう、30年もやってたんだから、すごい。え、これ30年かかったの？これ作り上げるまで。いや、だから山ほど書いたよ、この部屋。知ってるよ、段ボールこんなになってんだよ、浅井さんの部屋。そう、あれだよ、
いや、あれはもうさ、出来上がったもので、うん、出来ないものってすげえ書いたんだよ。知ってるよ。もうタンスの中、もうこの部屋埋まっちゃうよね、本当にね。いや、だからあれはさ、もう出来たもので、その手書きで書いた頃ってさ、あれは。手書きのもあんの？だってワープできなかった、昔。え、じゃあこれが、その集大成なんだ、30年間かけた。いや、端から出してってるから、だから。え、何それシリーズ化して全部本にすんの、うん、そのこんな部屋中埋まるようなあのやつを。そしてそれから今あのその、科学研究機関に調べに行って、それをお話ししてそれもやります。うん、それで、出し続けますんで、生きてる限りはよろしくお願いします。うん、すごいね。え、じゃあ全部で何冊ぐらい出んのこれ。冊数で言うと。これ第1巻じゃん。あ、今、その他の仕事に時間が取られるけど、これだけになったら大いに進みますから、うん、だからたちまち10冊とか出ます。10冊だ、うん、すごいね。何ページだこれ。170ページあるね。すごいね。ああ、うん、でも私これができて本当に嬉しい。え？だってね、うん、私はあの文章を書いたことがないからね。だからね、うん、本を読んだことがないしね、これがわからないと。で、書いてみんなバカにしたけどね、それでもね、一生懸命書いてついにやったよ。ついにやったね。おめでとう、亜生さん。これちなみに何冊売れたの？これ、今。何冊売れた？3冊目だよ。3冊目だ、これ。おー、よかったよかった。嬉しい。え、最初は誰買ってくれたの？最初？うん、一冊目は。最初は、あれだよ、中野にいる人。中野にいる人か。町内会の人か。町内会の。え、二冊目は？二冊目は、あれだよ、ここの人だよ。え、リスナーさんが買ってくれたの？うん。嘘。一冊買ってくれたよ。嘘。リスナーさんが？うん。本当に？そう。え、リスナーの中でもこれ持ってる人いるの？います。へえ。すげえな。あ、カラオケに来た人？そう、カラオケに来た人。嘘。カラオケに行ったんだ。うん、今度行く。来週行くって。そう、ありがとうございます。ね、あ、そうなんだ。よかった。おかげさんです。おかげさんだね。そう、おかげさんです。本当に。あ、よかったよかった。へえ。すごいすごい。いいね。いや、うん、でこれは全世界の家庭に一冊。うん、だから要するにその、うんと、そのこれってあの科学美術のそうあのを開いてるんだから、だから、うん、あのそういった系のその、うん、会社の皆さんに読んでいただきたいと思ってます。いや、これでもいいこと書いてあるよ、すごい。うん、そう。いや、これ広めたいな。これめっちゃ広めたいな、俺。でもそうだよね、買わないと読めないんだもんね。うん、いや、それはあれです、うん、興味がなければ買ったとしょうがない。まあそうだよね。うん、中身いいよ、うん。そうですか、ありがとうございます。うん、すごくいい。ゆっくり読みます、これ。うん、よ、そう、ゆっくり。嬉しいな。うん、いや、本当に今日ゆっくり読む、お風呂入りながら。風呂入りだから、うん、ああ、それはいいかもしれない。ねえ。うん、たちまち血流が良くなってあれだもん。ねえ、うん、健康になるよね。え、そうですね。今、膝が痛いんだよ。あの、山の選手歩いてからもうずっと1ヶ月ぐらい痛くて、ここ。ああ、痛いな。それなぜ痛いかというと、治し方出せばいいんですか？うん。本当に痛いの？だってこれ放送だよ。そうだね、切る？え？みんなに見せない方がいいの？いや、直し方言ってもまずいよ、これ。まずいね。うん、やめようじゃ。直し方は、うん、直し方いいや、じゃ。うん。放送で肌を直し方で言った方がいいですか？いいよ、いいよ。じゃあ、いきなり結論出そう。なぜかというと、こうやってたら、あれでダメなんだから。だから、いきなり直すと。直すのは、あとね、この辺が張ってるの。本をさ、お風呂に入りながら読んで、そして深呼吸する。うん、これで開く。これで終わり？あと、この辺が最近腫れてるんだけど、この辺。それ、なぜか腫れた。なぜか腫れたか？うん。これどうやって直すの、これ。このほっぺたの裏。リンパ。だいぶいってるね。
だいぶ行ってる、うん、痛いんだよ最近、喉の裏とかこの辺が。そこ痛いですか？痛い。痛いとこどこですか？要はね、ここ、ここね、この裏、耳の裏側と、ああ、痛いな。この辺、もうパンパンなの、腫れてんの。霜膨れみたいになってるの。うん、どうしたまた説明したらダメだ、結論甲状腺そうリンパ、うん、まあうん3日ぐらいは頬を抱えたまま寝てるって。それから3日したらお風呂に入って深呼吸する。ちょっと待って、これお風呂に入って深呼吸したら膝も治るし、3日間こうやって抱えて寝てたら治るの？いや、3日間抱えて寝て、それからそれからだ。それからこの本すごくない？この本マジやばいでしょ。あ、そんなパワーある？これそんなことそうです。霊感商法じゃねえかよ。霊感商法でしょ、それ。パワーは。それ捕まるぜ、朝井さん、ほんと、いつか。パワーはお湯の力です。いやいや、もうそれパクられるよ、ほんと。お湯の力です。お湯の力で、はい、あくまで温泉療法だと。はい、あ、なるほど。あんまそれ言わない方がいいよ、ほんとに。いつかやられるよ。温泉療法じゃないよ。うん、あ、お風呂療法でしょ。じゃあ違うよ。違うの、あんまね、ほんとね、本で病気治るとか、お湯の温度によって出る力です、うん、そうだね、うん、危ないから、そういうのダメだよ、ほんとに、ほんと、ほんと危ねえから、うん、バーガー、浅井さん本を注文したけど、いつ頃届きます？あ、急いで届けます。うちにあるのをすぐ調べて、宅急便で送ります。在庫、はい。浅井さんこんばんは。なおちゃんこんばんは。あの浅井さんね、神様です。大丈夫よ、ね、神様です。絶妙なアングル笑い。これが浅井スタイルだから、アングルわからない。いや、カメラが映ってないって言われてんの。じゃなくて、じゃあモニターとカメラの概念がまだ分かってないんだよ、浅井さん。こうね。あ、これ見えなきゃいけない。そう。浅井さんの顔が見たいの、みんな。あ、そっか。それで、浅井さんの顔見たいのよ。みんな浅井さん大好きだ。それで、角度が違ってますか？角度？これね。浅井さんのサイン欲しいです。はい、サイン送りますけど、なんか書いて、ここで書けばいけないですか？なんか色紙か100均かなんか、色紙でプレゼントすればいいじゃん。それかまあ本買う人でしょ。だったら本ここに裏に書いてあげればいいんで、こうやって。あ、本の裏に、本のこことかね、こことか。わかりました、うん、サイン書きますんで、どうぞよろしくお願いします。プラシボかな、うん、いや浅井さん本当に神様ですよ、うん、いや本当に神様だから。神様じゃないよ。神様だ。初めて会った時、私は神ですって言ったじゃん。何言ったの？神様じゃ、神だよ。あ、そっか。ごめんなさい、間違えました。神です。はい。神様ではありません。神です。神様は宗教かさやけどな。これ違うんだよ。そうだ。浅井さん神なの？いや、これは。浅井さんでも、俺初めて会った時、私は神だから始まったんだよ。いや、それはいいんだよ。だけど、神様ですかっていうのは、それちょっと。そうだね。さ、世界中の人は神様です。で、これからの人もみんな神様で、今までの人もみんな神様です。うん、本の裏に書いて、だって。本の裏にサイン書いて、だって。はい、わかりました。本の裏に書きます。はい。山本で注文して。あ、そういうことあんま言わない。あ、ごめん。いい、ごめん。浅井さん悪くない。浅井さん悪くない、はい、今の。ごめんね。これはどうしたらいいんですか？まあいいんだよ。書いてるから読んでいいんだけど、俺の放送にも乗っかっちゃうから。あ、そっちに乗っかるの？そう。まあいいよ。本人が書いてんだから。大丈夫。ごめん。俺が悪かった。説明がない。わかんない。いや、ちょっと俺が変な気遣い方したの。浅井さん悪くない。普通にやっていいよ。何本に深かるんですか？いや、法律に引っかかるんじゃなくて、その本名とかをあんまり人に、いいの、もういい、後で説明するから。
あ、いいの。本名を控えたい人が多いです。そう、そういうこと。本名はあんま言いたくない人がいるから。あ、偽名だって、大丈夫だって。偽名よくわからない。ごめん。はい、こんばんは、エミちゃん。いらっしゃい。浅井さん、空き缶最近拾ってないんでしょ？空き缶？うん。最近、復活した？本ばっかりやってるんでしょ？いや、だから本作るのにあった。それから、あれだよ、ホームページ。ホームページ見てくれた？ホームページ見た。本のところ。本のところね。あ、本のところまだ見てないから、後で見ておくよ。本のところ？うん。自分で言ったんだ、本のところ。そう、本のところ。これ開けたらどうなる？浅井さんさ、メガネさ、買うよ俺。あの、配信で稼げるようになったから。いや、これいらないんだ。だけど今遠く見えないから、これ。いや、だから、あの、今度メガネ。で、今、だってメガネがない状態が一番体に力が入ってるよ。うん、だからいや、話聞いて、最後まで。あの、今度、安いメガネ屋さんあるから、新しいの作り行こうよ。俺プレゼントするよ。俺、配信で稼げるようになった。浅井さん言ったやつな、俺が稼げない頃配信で食えって。アドバイスくれたの覚えてる？え？浅井さん、和道さんは、これは保存、公開で保存する。公開で保存する。で、見せたくない場合、非公開。公開で保存する。うん、見せたい場合は公開。はい。うん、OK。で、浅井さん、話聞いて。配信開始。うん。なったのかな、うん、いや、まだなってないよ。もう一回やんの。もう一回クリック。それで、はい、押す。はい。うん。はい。うん、OK、OK。それでいい。はい、こんばんは。いらっしゃい。浅井さんはパエリアにシナモンシュガーがっつりかける。そうですね。パエリアって何？パエリアってほら、俺がご飯この前作ったやつ食べてもらったじゃん。あー、なんか。パエリア。あ、そういえばなんか、うん、食べ物の選び方って放送したいけど。おお、いいじゃん。話すといいと思う。食べ物の選び方？うん。食べ物の選び方。いや、浅井さん、そう、メガネの話したいんだよ、俺は。食べ物の前にちょっとメガネの話を聞いてもらいたいんだけど、浅井さん、それさ、仕事する上でメガネがね、大事でしょ？だから、あの、浅井さんにいつもお世話になって出会って3年ぐらい経ってるから、食べ物は一番好きな人と同じ感じがします。食べ物の話は置いといて、そう、メガネをね、浅井さん。浅井さんにお世話になってるし、配信でみんな、浅井さんのおかげで稼げるようになったから、メガネプレゼントするから、今度メガネ屋行こう。浅井さん一緒にメガネ屋行こう。いや、その好きな人がいない場合には、その私だと思うと思うものは良い食べ物です。いや、食べ物は分かった。 OK、 良い食べ物は分かった。浅井さん、メガネ屋今度行こうよ。いつ開いてんの？メガネ。浅井さん、それ自転車転んじゃうから、目見えないと。メガネ屋行こう今度。今安いから、昔と違って。メガネ？遠く見えないでしょ、それ。いや、だから、あれだよ、体に力があるのが一番いいんだから、だから、食べ物もそうだけれども、例えば普通に10キログラム上がるところ、メガネがあってたら15キログラム上がる。15キロぐらい。だからメガネ、うん、メガネだよ。で、食べ物もあってたらさ、うん、でしょ、うん、だからメガネも15キロが20キロにならないといけないじゃん。いいやつつけたらね、体よ。私何もないのが今一番最高だよ。私はでも何もないの、うん、だから何もないの。でもほら、メガネ絶対あった方がいいから。いや、ない方がいいよ、本当は。メガネ買いに行こうよ今度。あ、絶対変わるから。新しく合わせたらもう何年も変えてないでしょ、メガネ。今安いから。いや、だってこれはあれだもん。どうしようかな。行こうよ。今度。だからね、あれだよ。それは、俺ね、あの、いなくなっちゃうの、こっから。いなくなる？そう、引っ越しはしないんだけど、引っ越し、あの、日本旅でちゃうから、しばらく会えない。日本の旅？そう。日本全国回るから、俺。だからしばらく会えなくなっちゃうのよ。それはいいね。そう。いいでしょ？だから体持ちこたえるから、これ減ってから行った方がいいよ。まあね。だから、その、まあ、あと1ヶ月か2ヶ月しかいないから、新宿に。
しばらく会えなくなるから。ぐるっと一回りしてくる。ぐるっと一回り、日本全国回ってくるから、沖縄から北海道まで全部。だからメガネ屋行こう、それだけ。いやだから福祉でそれでのお金でそれで。福祉はもう抜けるのよ、俺は。して旅行に行っていくんですか。旅行じゃない、旅。旅？旅。旅。そう抜けた。これは。アイワード2だから、こうやってしょっちゅうここに現れればいいんですか。え、しょっちゅうここ、だから、ノンタンよろしくね、ノンタン残るから。ノンタンが寂しくなっちゃったらノンタンのことよろしく頼むよ。あ、残る。ノンタンはだから、東京に残るから遊んであげて。ここに来たら電話かければいいんですか。そうそうそう、のんたんに電話してあげて、たまには。たまにでいいから。いやだから和道さんにはさ、ここに来てその電話して元気やってますかって聞けばいいんですか。うん、聞いて聞いて、電話つながるようにしようか。なんかおかしいな。なんだよ。旅って旅して何になるんですか。旅したいんだよ。うん、それはただ私が毎日来ないからだよ。とにかく俺に旅すんの。え、旅するの。まあ毎日来なければそれはあれだよ。どっかと誰かと似てるよ。毎日それはあれだよ。なんかあれだよ。旅しない方がいい。ん、旅しない方がいい。反対。いやだから毎日現れなきゃし、自殺に出かけるだけし、自殺のようなもんだよ。だからね、それは脅してるんだよ。だからね、それはどっかでもなんかそんなようなことがある。だから毎日来いって言うんでしょ。いや毎日来いじゃなくて、俺が言ってるのはメガニアに行こうっていうことと、俺は旅行って言ってない。毎日来いなんて言ってないの、俺の家に。え、でも俺働いてるから毎日来られたら困るから。そうじゃなくて、俺は旅に出ると、しばらく会えないと。だからお世話になった俺で。何だよその目。何その目、すげえ腹立つんだけど。何それ。いやだからね、私は待てんの。こんな目されてたから。だってそれは毎日来ない。毎日来いだって言ってんの。現れなければそれだって死んでやるってさ。死ぬぞって脅してんの。いや俺死ぬなんて言ってねえっつの。え、俺死なないよ。日本を回ってくるっつってと。で、日本を回ってきてしばらく会えないからね、メガネをプレゼントするっつってんの。めんどくせえな、ほんとに。だからね、え、途中でシードが止まったら誰の責任だって今あんたは言ったんだから。違う、そんなこと言ってないよ。だから毎日来ますっつってんでしょ。だから別に心臓止まる話なんかしてないよ俺。だからもう。だからもうじゃないよ。俺そんなこと言ってねえっつの。え、そんなこと言ってないよ。だから夕方頃毎日来るとして。夕方頃なんで毎日来んのよ。だから一週間に2回、1回か2回でいいよ。なんで毎日来んの。だから旅に行くよって言ったからです。わけわかんねえ。まあいいんだけど。なんだったっけ、自殺の話。自殺の話じゃなくてメガネ屋行こうね今度。わかった。毎日。それ毎日じゃなくて。毎日来て何を配信するんですか。俺は毎日来いって言ってないっつの。え、ホームページすごいね、ありがとうございます。せっかく私買ってもらえばメガネを。メガネを。買ってもらうの。うん、メガネ買うよ俺が。だからお肉さえ言ったよ、毎日来なきゃ俺がぶっ殺すのって。言ってないでしょ。なんでそういうこと言ってないよ。浅井さん最高ですって書いてあるじゃん。レクチぶっ殺すなんて書いてないじゃん。なんでそういう嘘を言うの浅井さんは。レクチ言ってない、一言も書いてないじゃんコメントに、ぶっ殺すなんか。いやだからね、どこまでなんだって。
いやだからここまで読んだ時思ったよ、うん、あとさ前にそこなければ俺が金属バットで作った。なんかどんどん聞こえね、上どんどんやってる、またのんたん、うるせえな。うちがうるさいんじゃないの。そうだね。そうだな、うん、そうだね。この部屋が多分うるさいんだよ。うん、そういや正解だと思う。いやだからどうすればいいの。え、もっと声を大きくすれば治るかもしれないよ。やってみる。こんにちは。皆さん、お世話になります。すいません。オッケー、お世話様です。オッケー、オッケー、大丈夫、うん、オッケー、もう大丈夫。何も言わないかもしれないよ。うん、そうだね。そうだね。ありがとう。あ、やってるよ。あ、ドンってやってる。余計なってるね。何も言ってないよ、今。大丈夫。ありがとうしたよ。うん、ありがとうって言う。オッケーだ。オッケー、オッケーしたよ。余計増えたけどね。え？余計どんどん増えたけど。いやだからでも、これ皆さんはこれテレビ画面だけど、上はでも 足音で散歩してる。うん、足音でね。うん、うん、あさ、浅井さん、お疲れなん、お疲れ、うん、ホームページ、そこらの浅井さんでもそう思わない。浅井さん、お疲れなんだね。浅井さん疲れてるよね。疲れてる。うん、顔が、顔が疲れてる。うん、ちょっと何で疲れてるのかな。もう、うんと、だってね、私ね、うん、自由に、この前、うん、この前、自転車に、と、うん、が、と、その、風の日に、人が通ってて、それで避けようと思って、もう、うん、それで転んじゃった。あ、日が積んだまま。うん、だって、大風すげえ、すげえ風だ。うん、して、言うとさ、突然目の前にいる人だからさ、転んと下げると、大風で人に触れないようにハンドル切った。うん、したら、そう、転んだ。したら、それを助けてくれたんです、その人。ああ、よかった。起こしてくれたよ。うん、してね、本当それだけじゃなくてね、あれだもん。なんかお金まず授けて、おばさん、なんか思い通りにしなくて、なんかね、んやりたいことをやるんだよって言ったんだ。うん、してその時私思った、やりたいこと、本を書くこと。あ、それアドバイスされたんだ。うん、でやりたいことやりなよおばさんって。うん、やりたいことやりなよって。うん、でそれやりたいことやりなよって、これね、私驚いた、本を書きたい。うん、それすごい難しいもんだって。こういうせっかくやったんだから本書きたいと思って、うん、ここまでやってきたんだから、うん、だからね、うん、それをね、うん、周りの人を調整しなければならないのにすげえ時間がかかった。頭に来てる。でそれでこれ疲れ、うん、その時間を取ら、そのなんでこう時間が取られるんでしょうか。俺に聞くの、質問したの俺の方なんだけど。ここに毎日来れば時間が取られないようになりますか。うん、いや来たいんだったら来ていいけど全然。まあそれもあるよ。来る。いやそしていやもし来たらだよ。うん。時間が、え、じゃあ浅井さん毎日来るじゃあ本当に。いやだから、いいよ別に。毎日来てさ、毎日本を書いて、それでここで書くの。研究、いやここで書かないよ、研究生活に入りたい。研究、でもそんなお金ないでしょ。いやだからその私がこういう本を書いてますよって技術系の会社にお披露目に行けば、うん、皆さん買って出されるんで、それで、うん、その時間で研究生活に入ります。なるほど。だってもう私3代も働いたからもうやらなくてもいい。あんなもう秋川引退。いや引退はしない。うん、だって秋川を命をかけても保ってる人がいたらそれどうするんですか。だからみんなそう約束通りにみんなの生活を良くしなきゃ。なんかその辺は頑張ります。うん、なるほど。浅井さんの声で元気が出た。お仕事大変なんですね。レプス。浅井さん若い頃の写真とかないの。私写真撮らない。撮らない。
だって写真ってあれだもん。寄捨て人で呆然としてる人に写真は関係ない。浅井さん寄捨て人、寄捨て人っていうのは何にも誰とも喋んないの、写真関係ない。ああまあね、人と関わらない人は写真撮らないよね。確かにそれはあるよね、うん、写真撮るときって人生いいときだよね。写真撮るとき、まあ、うん、そう、人生良くないときって写真撮れないよね。だからあんたいつも写真とか撮ってるんだから、だからあんた大切します。ありがとうございます、頑張ります。 浅井さんの声で元気が出た。お仕事大変ですね。レキさん、いつか言った竹村さんとがいるときに一緒に聞いてると、竹村さんと話してるときに、うん、何を話すかっていうと、うん、これも放送だ、ダメだ、なんか話してるときに聞けば多分いいんじゃないかと思って、この前進めた通りそれですけれども、今度予定を取って連絡していますので、会えたらどうぞ。いやー、パワフルだよね、相変わらず変わんねえわ。久々に会ったけど全然変わんないでしょ。浅井さんすごくない？60歳でこのバイタリティだよ。神がかってるよね。浅井さんと出会って。今思ったんだけれども、うん、いや、昔は元気がなかったんだ。だからそれで。うん、あれでしょ？ 6 年間ぐらい、あれでしょ？段ボール、途中前で段ボール生活して。いや、そういうことじゃなくて、その。いや、最近になって筋肉ができたもん、これ。それだってダンベルで鍛えてんでしょ今。いや、それだけど、それもちろんそれでできることできるけれども、うん、だけどその前に仕事してて、筋肉ができてきた。それすごく驚いた。だって私運動音痴で、うん、その筋肉ができるまで力なんて入らないんだから、うん、だからやっととことこ歩いて走ったらつまずいて転ぶんだから、だからね、それってさ、筋肉ができた時ね、すっげえ感激したの。でさらにね、いや、重りを持ったらね、そうそう、重りの量がだんだん増えて、これまですっげえ驚いたよ。じゃどうしていいかわからないほど驚いて。浅井さんの部屋で結構ダンベルが転がってるんだよね。3個か4個ぐらい。いや、だけどその。なんであんなダンベル何個も買ってんの？いや、だから昔からその、うん、体がその動かすのが得意で、うん、で昔からやってこう、若くて、こういう筋肉がね、こうそう普通だけれども、何にもできない、やっと歩くおばちゃんが、そりゃ、さ、だって鉄棒だってね、これ、腕立てったと、これ腕立てが、さ、1センチも曲がんないだろ。さ、ぶら下がることもさ、できないと。で、これだよ、走ったらこけると。で、それは、じゃあ、超、どうすることもできないのに、それが筋肉がもりもりついてきて、みんなさ、前に乗っけてすごいですねって、それでちゃんといっぱい乗っけてた男の人が負けないようにちゃんと仕事してるんだから、それで筋肉が盛り上がってきたよ。これね、すっげえ驚いたんだ。神様ありがとうございます。よかったね。いやだからこれってあれだよ、これ消えたのはどこですか？あ、消えました。で、また着きました。のんたん、タバコちょうだい？はい。うん。いや、だからそう、今まで神様って何にも有効的なことはしないと私思ってたけどさ、神様って有効だよ。有効って、有効ポイントがさ、有効、どういうこと？どういうことってね、何？いや、神様はそう、
人によくすることはないと思ったけど、筋肉ができた時に本当にこれは神様は人によくするんだと思った。え、神様はいないと思ってたんだけど。いや、いないとは思わないよ。あ、神様は意地悪だと思った。もう意地悪とも思わない。あんまり役に立たない。役に立たないじゃないや、うん、どんな感じ。ん、神様は貴重なもんだけれども、だけど大変なばっかりでしょうがないな。筋肉ができたということは神様が私を応援してくれたということで、それはなんだろう、神様に人生が迎え入れられて本当に嬉しかった。それで、これってみんなの人生も神様に変わることが分かった。神様っているのかな。神様、神様いるじゃないよ。あなたを配信した時にピットだって、これが神様。神様は言うと言ってる人にはどこにも神はないね。どこにもないんだよね。そうだね、そうだね、どこにもないっていうか、神様を信じてる人には神様は分かってないよね。でも現状では神様を信じてる人には神の力は来ないな。来ない。その通りだと思う。だからこれの配信やった時に力が入ると。これで旅行に行かなくてもよくなった。旅行じゃない、旅。旅行じゃない、旅に行くの、俺は。旅って分からない。冒険。冒険？冒険。分かる。冒険って言えば、Google に行くとか冒険だけど、冒険。Google？ どこ、いつか行こうっつった。あんたと一緒に Google に行きましょうっつった。Google って国じゃないよ。Google ってサイトだよ。Google の、会社に行きましょう。Google の会社行こうなんて言ってないよ、俺。そう？あ、じゃあ、それ六本木に行こうっつったんだよ。うん、六本木行こうっつったんだよ。いいよ、全然行くよ。全然、六本木に行く。すごいな。だって今までとなんか全然感じが違うよ、あなた。そう、どう違う？え？どう変わった俺？良くなった、悪くなった？うん？良くなった、悪くなった？いや壁をたたこうかな、叩かないかなとコツコツって、こうコツコツってしてたのに、笛が開いて一気に壁飛び払って向こうに出た。いやー、いや、でも毎日来るって、それ生きてる間は毎日来るだけど、それってできるかな。だって私、じゃあ浅井さん勝手に来るって言ってんのよ。いや別にいいよ、毎日来ても。でも浅井さんが来るって決めたんだからね。俺来いって言ってないからね。山ほどあれだよ、私の間。いや、山ほどがさ、いろんなことがあって、それでたどり着くかどうかわかんないよ。どこにたどり着くの。どこにたどり着くかどうかわかんないよ。山ほどいろんなことがあって。いや自転車で10分ぐらいえたどり着くのまで。家まで帰ることができたら、それであれだ、ここまでは来れるかもしれないね。あと自転車返すよ、借りてたやつ。あれ自転車、自転車、俺仕事してるからさ、自転車使わないもん今。だから誰かにあげなよ、あれ。自転車貸してくれてたぞ、自転車使っていいよって。自転車今1台余分に余ってるから、だから置き場所ない。ん？置き場所ない、どっか自転車。
気分。私最近合唱。いやだから、でみんなが壁を塗ってどうしたらいいか、私は毎日来なきゃな。今日は来れば見に行きましたよ。うん。だからそれは。じゃあ毎日、とにかくなんか毎日これ配信を上げてなんか有意なことでした。でも喋りましょう。これでいいですか。そういいじゃんいいじゃん。うん、全然やろうよ。だからもしかしたらそれこそどっかに行っててそれこっちに来れないときには帰って来れないときには他でやってると。そうだね、うん、それでいいよ、うん、僕まだ鉄棒からぶら下がっていないよ。いやだから朝日さん俺光出るようになった。いやだからどう出会った頃光出てないって言った。いやだから音はその自分の体なんだからその浅井さんが好きな話題なのよ。弱い体からは弱い音。浅井さんが一番好きな会話振ってんだけど。何を振ったの。いや光出るようになったって聞いた。光なんだ光みたいな言い方やめてよ。光ってずっと言ってたじゃん。そうです。そこの悪いとこから光が出てるってことですか。ここのここ悪いの。え違うよ。どこここから光出てる。そういえばもうそこ光ってるよ。ここ光ってる。うん。いや私ね今までね暗悪いとこから暗く見えたんだけど今光ってくる。なぜですか。なぜこれ光って悪い現象のこと光って言ってたの。え俺いい現象だと思ってたんだけど浅井さんの光ってあれ悪いところを言ってたの。光ってだから悪いところが光になってしまったんだよ。何それダース・ベイダーみたいな話になってきたな。もう全然わかんねえわ俺ついていけねえわ。えだから何光って悪い時に光るようになったの。悪い時じゃないよ。悪いところ？うん。うん。悪い空間が光ってるんだ。悪い空間が光って、俺のここが光ってんの？ちょっと外れてるけど、まあさ。この辺。そこら辺が光ってるよ。この辺光ってる。うん、それと、うん。悪い空間が光ってるんだから、その、うん、この世に悪人はいないじゃなくてはちょっと違うな。うん。うんと、悪は世界にないだ。お俺驚いた。いや、いや、悪は世界にないというのは病気はないことだから、だから今そのうち病気のない世界になります。多分150年で病気がなくなるの。病気のない世界なの。150年、あと150年、俺ら死んでるじゃん。ん150年も生きてらんないじゃん。浅井さん何歳まで生きてるの。だから子供はいい子供を作った方がいい。ほんとろくでもない子供。でもいい子150年で病気はなくなっていい世界が来る。だから次の世代はさいい子か、みんないい子だったら大丈夫なんだ。いや私治療家だから差し当たっていつもお客さんの問題をその場で消すけれども、あれって今さっき言ったのは3日5日ぐらいのコースを分けて言ったけれども、あれってなんで私はすぐ消せると思うんだろうね。わかんないよ。どういう会話の振り方だよ。わかんないよ。何それ、何が言いたいの、どういうこと、どういうこと、
だから感情が伴えばさ、悪いところは全部消える。だから、感情を使えってことでしょ？ん？感情を使っていきなさいってことでしょ？いや、感情じゃないよ。感情と。感情じゃないの？ん？ね？意識と感覚を使っていくよ。感情じゃなくて意識と感覚を使って生きる。生きる。そうすると、うん、5分ぐらいで消えるよ。何が？光が。悪いところは。そう。意識と感情を使って。感情を使うの？いや、意識と感覚を使って生きる。感覚ね。うん。感覚、何、喜怒哀楽みたいな。感じることみたいな。そうだね。うん、笑えってことでしょ、要は。笑って怒って楽しんでってことでしょ。笑って怒って、うん、そこまではいいや。その、うん、笑って怒って、それから喜んで悲しんで。ちょっと違うよ。違うの。うん、笑って怒って上昇するな。何が上昇するの？笑って怒って、何意識が上昇？違う、それだからダメなんだよ。で、悪いとこが来た。感情が上昇する。感情がそこで来る。感覚と、違うな、意識と感覚を使って怒って笑って感情が上昇する。怒って笑って、そして感情が上昇するんだよ。意識と感覚を使って怒って笑って、そして感情が上昇する。そうだね。そして感情が上昇するのでした。いや、だから例えばさ、ここのところがおかしいっていうのは、ここおかしい。そう、さっきより少し、さっきより少し、うん、うん、だから、うん、あとどこが残ってますか？ね、膝が痛いよね。やっぱここはもう痛い。ここ歩くと、ここが痛くて、今体がだいぶ良くなってきたから、それは足をこういう風に内側に、内側に、うん、痛いじゃん。痛いよ、内側にしたら。痛いじゃん、なんで嘘ついたの。だから、もっとかかとを楽にしないと。めちゃめちゃ痛い。かかとが突っ張ってるから、それ痛いんです。内側にすると痛いって。それは違うよ。え、それかかと、かかと、こうしてるから痛いんだよ、うん、こうする、こう、うん、うん、ちょっとまだ痛いのか、もうちょっとは、かかとをもうちょっとこっち、こっち、うん、はい、うんと、足の、うんと、そ、足の外側を楽に。外側、この辺？違う、足の先の。その外側、楽に、はい。いいよ。これで一番と、うんと、さ、と、うんと、取れやすいところの位置になってるから、うん、しばらくほっとく。このまま。そうすると、治る。うん？これで治る。さあ、だいぶ良くなる。ブロック入れるか。ブロックしました。ブロックって何ですか？ブロックって、なんか冷やかし。終わっちゃったよ。あ、公開でそれタッチパネルじゃないから、長谷さん。で、画面タッチでも、その、こんな古いパソコンでタッチパネルなわけないでしょ。あ、そっか。それ何やって、パソコンにずっとタッチしてるから。そんな優秀なレッツノートじゃないでしょ、これ。え？ダメ。いや、昨日ね、バグってるバグってるバグってる。これここを一回もう一回クリックし直したわけ。どこってバグって言って何？大丈夫、何でもない。はいはい、30秒になっちゃったよ。もう一回始めから。いやいや、あたらできるできる、うん、いや、うんと、Thank you.
なんかこれで少し良くなったかな、どうだろう。ちょっと最近見てみる、見てみる。膝、うん、だいぶいいじゃん。おお、よく、よくなった。もう確かに軽くなったわ。洗脳されてんのかな、俺。うん、確かに痛くなくなったね。洗脳でね、私治療家だもん、だって。だって、実際に。もうちょっと軽くなったわ。ここが痛いって言われるでしょ。ちょっと腹立つな、これ。その場で治さなければ、それだ。治療家いないんだから、だからそれだ。怒られるぞ。よくなったわ。ありがとう。専門職だから、そうよくなった、よくなった。治ってはいないと思うんだけど。明日様子見てみるわ。いや、あとさ、あれだよ、うん、どこの角度が痛いの。だからもう、この中がつぶれて、あ、そうやって痛いの、今のこういう。これダメ、これダメ。いや、違う、今こうやったでしょ、うん、こうやったらね、そう痛い、うん、足の指先をどっちに持ってたでしょ、こう痛いじゃん、うん、いや、一番痛い角度はどこですか。一番痛い角度、あ、痛い痛い痛い、この辺、この辺、あ、そうなくて、そりゃ、じゃあ左の角だよ。左の肩、うん、こっち。だからこれを直すには、うん、自分で こっちだよ。ここをうーんと痛くする。ここ飛行をつくの。ここそこじゃダメだ。どこ、うん、ここをどうすんの。痛くする。痛くするここを。うそれその角度が違う、うん、こう角度こう入れる。こう、うん、でこれをグッと押すの。そっち側をうんと痛くする。はい。痛い。まだ効かないや。痛い。もっとこっちを押し込む。痛い。でももう一回やってみて。痛いじゃん。全然痛いよ。今の痛くないよ。痛いよ。もう一回やってみる。痛いっつってんの。治ってるよほら。痛い。治ってないじゃん。痛いよ。これ治ってる。治ってないって。今日これ風呂に入ったらダメだ。え、今日風呂に入ったらダメなの。そう、肩せっかく治ったんだから。肩は別におかしくない。いや、肩が痛いからこっちが痛いんだよ。肩がおかしいから。肩痛くない。肩がおかしくなってから。肩は痛くないのよ。いや、だ肩はそっちがまずいの。だからこれはダメ。辛くて俺。いや、だから風呂に入らなければこのまま風呂は入るって。いや、今日一日だよ。今日入るよ。明日仕事なんだから。じゃあ水浴びだ。水、うん、なんで水なの。銭湯行くよ俺今日。え、銭湯行って。シャワーで水でシャワー浴びる。やだよ、浅井さんじゃないんだから。え、浅井さんあれしょ、水でお風呂水なんでしょ。体のためだ。体のためじゃない。いや、だ浅井さんの健康法おかしいって。いや、体にあの炎症。浅井さんお湯嫌いなんだよ。水浴びなんだよ。体に炎症がある時には水に使っちゃ、あのお湯に使っちゃダメだ。お湯当てたらダメだ。ダーッて行くから。2位のお湯に入りたい。ダメ、入りたいじゃないの。あのなんでお湯入りたい。さっきも言ったでしょ、あの2日間はさ、お風呂に使っちゃダメだって。それでさっきはお風呂入って3日してれば治るっつったの。2日間はあれは、ね、本をあれだ持って寝ると。やだよ、風呂入るよ俺今日。それからあれだ、初見さんいらっしゃい。いや、ほんと冷たい水シャワーした方がいい。なんで水風呂なんか入らない。バカじゃん、もう風邪ひくよ。で、そして布団かぶって寝るんだよ。そんなの風邪ひくに決まってるぞ。いや、それが引かないんだって。引くよ、こんな真冬に水風呂入ったら。いや、だって、私お湯に浸かるでしょ、うん、浸かるとお湯を体に当てて、それから外に1日いたらさ、1時間ぐらいでこのぐらいだけども、水はかけて、水をしっかり冷やせば。それだからホームレスの時でしょ。違う、今のことだよ。家がなかったから湯冷めしてるんだ。違うよ、絶対そうで、湯冷めだって。だから水をかければどんなに寒さでも大丈夫なの。ダメだっつうの、そんなの。じゃあお湯だからダメなの。水です。やだよ、俺銭湯行くよ、うん、銭湯なんて言ったら具合悪くなるよ、うん、そう、お湯じゃなくてさ、水をかければ、うん、あの無難な銭湯。なあさん、ありがとう。朝ちゃんって呼ばれてる。銭湯なんか行ったらダメだよ、うん、頭がパイだっちゃうね、うん、銭湯行くよ今日。
浅井さん風邪ひかない。教わるんだけど風邪、いや風邪最近はひかないよ、うん、だからその間違ってそのお湯を浴びて外に行ってそれでは、うん、ごめんごめん、だいぶ良くなったよ。痛いっつって、いや、まじ人の痛みが分かるもん。何言ってんだよ。風邪ひかない、風邪は、お湯をさ、お湯を体につけて、それで、それから半日ぐらい、外にいたら、風邪になります。そりゃそうでしょ。いや、だから、水をしっかりかけて、それで、外に寝てたら何も起きません。真冬でも水のシャワーなの？だから、そう、体に、そう、体に来るから、だから水浴びるんです。どうやったら浅井さんみたいな素敵な人に出会えますか？だって素敵な人は、和道さんです。いつも和道さんの放送を見てる私です。浅井さん配信やってるよ、ふわっとして。そこまで見えない、そうなんだね、水をぶっかける。いやでもさ、保温してあるところにいるんだったらお湯でも大丈夫けども、うん、外に出るときにはやっぱり水だ。浅井さんご飯食べてく？いや、ご飯いっぱい食ったら大丈夫だ、うん、さっきいっぱい食ったの。何食った？何だったかな、パンと、うん、なんだかベリージュース170円の、うん、怖すっげーうまいんだよ。へえ。なんだかベリージュース、ブルーベリーじゃん。いや、ブルーベリーじゃないや、ラズベリー。ラズベリーでもなくてね、ベリーミックスジュースだ。美味しいよね。どこで買ったんですか？花政。花政行かない。ベリーミックスジュースどこにありますか？コンビニとかでも売ってるよ。スーパーとか、ライフ、スーパー、ライフとかでも。ライフで売ってるんですか？ライフ行かないから私。ライフ行かないの、うん、あそこいいよ。そう、うん、いや、わかんない、ライフはあんまり行かない。以前にだいぶ昔に行って何も買うものなかったから行かなかった。今どうかわからない、うん、行ってないから、うん、浅井さん新宿住んでからもうどれくらい経つの？こっち来てから。もともとどこだっけ、生まれ、うん、いや、生まれは札幌だよ。札幌なの、浅井さん、うん、生まれ札幌なの？そうだよ。おお、知らんかった。いや、だけど札幌って、いや、なんかさ、何年前だと、うん、40年前か、もうちょっと前だ、うん、私に光がありますって言った人がいて、さらにその次に世界平和のために働きなさいって言った。私さ、10代だからね、うん、でも結構真面目だったんで、はい、わかりましたとは言ったものの、うん、でも私はやったよ、うん、命令した方は何もできなかったけどね、うん、いや、でも何もできなかったけど、今やってんじゃないですかね。え、うん、花見ありがとうございます。で、それで、うん、いや、どんなことでもそうだ。なんかね、日の目を見る前が一番最悪に感じられない。だから、そうだね。そうだよ、うん。日の目を見るまでだよね。頑張んないといけないのは。辛いのはね、日の目を見る前が一番辛いよね。いや、だから、それはあんたは何を言ってんだろう。取り掛かるのはバカだから、人の力によってひっくり返すだ。え？いや、だからね、あんたが言ってるのは違うよ。違うの？うん。浅井さんが言ってるのそういう意味じゃないの？え？その火の目を見るまでが辛いって言ってたじゃん。違う、そうじゃないよ。え、どういう意味だったの？え？どういうこと？何、火の目がどうのこうのって。いや、だからうん。初見さんいらっしゃい。あなたが言ったことは、悪いことをしていくとだんだん食えなくなっていくとさ、それを言っただけだよ。
だけどそうじゃなくて、うん、うんとそのほうんとそのと 世の中にはさ、なんと何かを作るときには世の中に対抗して作るんだから、うん、その一番そのとそのそれが世の中に出る頃に一番そうんと出る前に、うん、一番圧力が強くなる。おお、わかるわかる、うん、だからうんとそこでダメだったでしたと、これはさうんとさ終わりだよ、全部ダメや、うん、で、あのいやだから一番辛い時期は火の目を見る前じゃないのっていう話をした。だからあんたは金の話をして、金じゃない、いや金の話なんかしてねえよ。いやだから金の話なんかしてそうじゃないよ。そうじゃなくて、そうじゃないよ。な何を言ってんの。ええ、どういうこと。いやだからさ、その向こう日の目を見る前にその金儲けに出るからダメなの。だから俺金儲けの話してなくて、いやだからそれ火の目を見る、良いものをこう世の中に登場させようと思ってるでしょ。そしてあるところまで行ったら金儲けに入るから、だからそういう風になっちゃった。そういう方向になってるんだ。だから金儲けの話してねえっつってんだろ。だから金儲けの話をしてるんじゃなくて、ね、だからそう途中まで行った時には金のことは考えずに、金の話なんかしてねえっつってんの。それが火の目を見るかどうかだけを考えるんだよ。いやだから俺はそれを言ってるんだよ。俺はそう言ってるんだよ。金さ、そして圧力が強くなってくると、そこは最悪に感じるけど。そう。だから頑張ろうねっていう話をしてるんだよ。いや、頑張ろうね。それはまたあれだよ。金が入らなくても頑張ろう。なんで金の話なんだよ。金の話してねえだろうがよ。え？だから、その一番しんどい時に、花開く時こそ一番頑張らないとダメでしょって話してんのよ、俺は。いや、そこは合ってるよ。合ってんのかよ。何なんだよ、もう。合ってるでしょ？俺、金の話してないよ。まあいいか、うん、いやだからね、うん、いやこれこあのここ見てる人方はみんなね、そのあれだ、あのその日の出を見る前の人が多いんだ。だからねこれってあれだよ、うん、リスナーディスディスディス、上行こうかな。いやディスだよそれ、浅井さんリスナーディスだよそれ。何それ。いやリスナーディスってるんだよ今浅井さんは。ディスってるって何。悪口。いやだから私と、うん、リスナーディスってる。リスナーディスってるよ。いやだから私とあの和藤さんが、うん、毎日上行こうやるのが一番いいんだよ本当は。毎日やりたいんでしょ配信。やりたくないよ。やりたくないの、うん、俺と、ん、俺と配信やりたくないの毎日。うん、本当はやりたいんでしょ。ん、本当はやりたいんでしょ。いやいやだってあれだよ、うんとその腹立つな。だって平和、世界の平和については考えてない。社会の平和を実現するのは私になった。ただそこが嫌だ。そっか、うん、あとは、うん、なんかこのなんか本当私が見るとかあるでしょうか。見るとか、いやリスナーさんに質問タイム、じゃあ浅井さん質問に答えてよ。消えた、うん、あれなんですか。じゃあみんなのコメント拾ってよ。じゃあ悩み相談タイム。悩み相談はしないよ。悩み相談はしない。コメント拾うの。クソカスモンジュ、わからない、うん、シンマもこれもわかんない。これあいつもこのマークいつも覚えてるよ。このマークおばあちゃんしっかり覚えてるからね。このマークいつも見てるもん、うん、うんとたまにフリーズ、あいあい、浅井さん上に来てるよ新しいの。こんばんはってモンジュから。モンジュ、うん、クソカスこんばんは。よくこのお猿さん見えないよ、うん、これ、うんとモンジュって何ですか。わかんない、もう聞いてみない。モンジュって何。うんと、うん、
ちょっと、分かってんじゃない。あんたが2読んでもったら分かる。モンジュクソカスコスクソカスって言ってみて。モンジュクソカスカオス。いや、わかんないけど、こうやってテレビの向こうでも再生するのよく、いや、よくおばさんわかんなかった、うん、ちょっとやさぐれてんだ。何？なんでちょっとやさぐれモードなの？インド？やさぐれって何？いいよ、ほら、ブルさんから来てる。好きな食べ物何って。好きな食べ物、うん、好きな食べ物、ブルさんっていつもの人？そう、覚えてる？どこにある？ほら、ブルさん、ほら、サムネ変わっちゃったけどね。前かっこよかったのにね。よくわかんない。好きな食べ物何？何かな。いや、美味しいという食べ物はさ、あるけれども、でも、みんなが食べる美味しいものはやっぱり美味しいと思うけど。はい。次の方どうぞ。食べ物、いや、よくわかんないけれども、美味しければあれって悪い食べ物もいいんでしょうか。俺は体に悪いもの全然食べるよ、うん、質問来てるよ。いいの？もうさっき何してたんですか。神様、この僕よね、いいよね。神様、ツナスさん、神様、神様ってキリスト様のようなものじゃなくて、あなたです。あなたが神様、そうなのかな、よくわかんないけど、あなたの神様です。ちょっと違うな。あなたは神様になりました。さっきは何してたんですか。わかんない。さっきは何してたのかな。さっき言うと1時間ぐらい前はジムでバーベル上げてました。1時間半前か。下になった。なんで、なるほど。これはみんな向こうが見えてる。これよくわからないよ。ありゃ、こっちだ。じゃあこうすればいい。上の部屋ですか。ダンベル？なるほど。ダンベル？いや、ダンベルじゃないや。バーベルだよ。はい、じゃあ雑談やります。皆さんお疲れ様です。ワドツです。お疲れ様です。さっき枠良かったね。ディベートするみたいな感じで、なかなか良かったなと思ったよ。またやろうぜ、あれ。はい、モンジュいらっしゃい。枠って何？枠っていうのはこの放送のことね。この放送30分間のこと、一枠っていうの。で、さっき結構、盛り上がった回があって。そう。オツ？あ、全然、一回じゃあ閉めるか。この、その自殺のさっき自殺についてっていう、そこで盛り上がった。そう。自殺について。自殺についてみんなで語って、ですごい盛り上がったのよ。いや、そりゃダメだよ。なんで？一番自殺 したい人が自殺することになっちゃったよ。じゃあ自殺は良くないよねっていう話をみんなでしてたの。自殺は良くない？自殺は良くないよねって、いじめだよね。そう、迷惑かかるから。そうだから、それを少しでも、このまま行くわ。
だけど死んだ方がいいという人は生きてるけど。死んだ方がいいっていう人間の方が生きてる？いや、方がじゃないよ。え、どういうこと？どういうこと？死んだ方がいい人間ほど生きてる？それもないよ。まあまあまあ、みんなで、みんなで、そう、自殺は良くないよ。死んだ方がいい人間は生きてるから、だから、死ぬことはないよ。うん、うん、そうだよね。うん、死ぬのは良くないよねって話。いや、良くないじゃなくて、あなたの犠牲は、そう、バカバカしい、犠牲だよ。だから、死んだ方がいい人間ははびこってんだから、生きてみた方がいいんだ。まあまあまあ、まあ、そういうことだよ。いやだからもう痛いです。あ、痛かったね。トイレ行ってくるわ俺。死んだ、なんか、なんで死ぬ。あ、ちょっと後ろごめんね。いやーダメだ、余計痛くなってるよ。浅井さんこれ浅井さん余計安価してるんだけど。痛くないよ。痛い。あ、今の痛いね。それ踏み込んだら痛いね。痛い。今のは痛くなかったよ。浅井さんこれマジで余計悪くなってんだけど、どういうことこれ。これマジで悪くなってんだけど。肯定反応じゃないよ。痛い、マジで。痛いところがあったよ、その角度に。絶対風呂入ろ今日。いや、ダメだ。もう絶対入る。入んなきゃ治るな。入んなきゃ治るよ。痛い。何だったかな、自殺だ。自殺したって問題は解決しないだ。で、そしてすることによって喜ぶ人がいる、バカバカしいようだ。で、そして TMT 見れてたら手を挙げて。え、 TMT なんでだ。 TMT、 あ、そっか。なるべく私これはここでなくても一回は、毎日一回はどっかに出てれば、私がで、どっかにさ、どっかでこれ出てるから、毎日一回は画面に出ればそれでやるじゃん。じゃあ出たいんでしょ俺の放送に。だから、あ、ここで来ててもいいけれども、ここか、こういうこれなかったらどっかで、これ開いてやってればいい。じゃあそしたら1日1回は私が出れば。辛くて俺の放送に出たいんでしょ毎日。違う、1日1回は私が開けば本当に自殺はなくなるそうだね、整形外科行った方がいいかな。左の足がね、痛かったんだけど。整形行かない方がいいよ、取り返しがつかないよ。だって、ね、和道さん、あれだもん、こうですとか言われてね、注射とか、これ取り返しのつかないことが起きたら、それに二度と戻らない。いや、だから取り返しのつかないことになるから病院行くんだっつってんの。いや違うよ、ほっとけば取り返しのつかないことにはならない。やがて治ってくるから。いや、もう1ヶ月間痛いんだっつうの。うん、行っちゃダメだ。1ヶ月も経ってねえか。膝だけはダメだ。膝、いや病院行く、俺決めた。これに入っちゃダメ、病院行ったらダメ。俺明日病院行く。今から。いや、どこだって腫れてないじゃん。腫れてないとかじゃなくて、痛いんだっつってんの。いや、膝はあれだよ。さ、年取って膝が痛くなってくるでしょ。だいたい取り返しのつかないことになる。ほっといて。だから、年取った時に取り返しのつかないことがならないように。違うよ。だから、泳ぐとかそういうことをして、膝が治ってきた人は、それは、治るけれども、医者に行って、さ、この中をどうにかしようとした人は、ずーっと足を引きずった上に、さらに何だかする。だからさ、まずあれだ、治るんだからほっとく。ほっといて痛えんだよ俺は。だからそれって膝に注意がいってるけど、膝じゃないよ。
だからあの右足があると筋肉が効かなくてそれで膝がおかしくなってるんだから。あ、それはあると思う。だからそれってどこが悪いかっていうと右と左だからここだよ。こんなことすいませんでした、ごめんなさい、間違いかもしれません。だからさ、結局として今あれだよ、その膝に注目したいで何も考えないな。だからこうやってね、痛いの違うよ、さ、私に頭に来てね、私にね、これゴチ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 ってやりたいからね、だから膝が痛いしてね。浅井さんの当てつけで膝が痛いって俺が意地悪してるんだ。うん、そうだよ。違うっつうの。だから紳士だからね、それでできないの。だからね、さ、痛いって言ってんだよ。だから被害妄想半端じゃねえな。ただそういうことだ。痛いの本当に、うん、痛いの。じゃあどうしたらいいんですか。いや、じゃあどうしたらいいんですかじゃんって、俺は病院に行くっつってんの。それは膝が痛いんだから。なんでそれがいけないことなのか分かんないよ。どういうことよ。だから長い間足の悪い人を見てて、それでそういうことが多いから、だからさっさだって、今はそれはそういうところじゃないよ。それはほんとさ、そこに注目したってダメだ。体全体が治んなきゃ無理だよ。まあね、まあね。いや、だからさ、体が弱ってきて膝が痛いものを、うん、そういう医者は膝をいじくると、これでダメだね、うん、でも私あれだ、膝がすごい痛かったよ。浅井さん、今日あれだな、ロングだな。もう浅井さん、もう終わりにしよう、今日。もう帰ろう、帰ろう。もう、これ、あと3分で終わるから。3分で終わったら帰ろう。長いけど。何言って、浅井さん、配置毎日。浅井さん、普段15分ぐらいで帰ろうって言うんだけど、今日も1時間半。あ、大変だ、やることいっぱいあるんだけど。今何時ですか。今もう8時になるよ。8時？うん。大丈夫。まあ、秋川まで。やることまだいっぱいあるんだ。何が尊敬すんの？尊敬？いや、あ、彩香が俺のこと尊敬するって言ってるから。尊敬する、うん、なんで嬉しそう。いや、こんなわがままなもの相手にそれあれだよ、ちゃんとやって、ちゃんとあれだよ。いや、俺がわがまま。いや、私がわがままだよ。うん、そう思う。で、尊敬するんだよ。面白いね。浅井さんがついに自虐ネタを始めたからね。え？自虐ネタを始めた。何それ。いや、面白かった今。うん、いや、だってさ、うん、面白い。浅井さん、この本大事にするね俺。本？これ本。あ、本、それいいこと書いてありますか。いや、これいいこと書いてある、本当。あ、だからそれ、今はその意見を募るようにしますんで、皆さんどうぞよろしくお願いします。これさ、でもさ、これ本当にでも、これ出版社持ってったら結構ありだと思うんだよね。だからさっきも言ったように、関係ない人に利益が出たら、あ、まあね、まあ、ね、真実は売れないんだ。そうだね。これ浅井さんが出版した本、浅井さんの3500円で買ったの。うん、いや、これは大事にするよ。え、それは多分150年ぐらいして、これ、いや、深いよ、これ。これいいよ。そうでしょ。今感動した。これ良かったよ、これ、ね、これこれ良かったよ、良かった、良かった。これいいよ。あ、いいこと書いてある。本当にこれいいよ。読む読む、ちゃんと。久々に本読むもん。いや、だからこれ、150年して病気がない世界ってみんなそれまつってるからね。うん、だからそれじゃあ浅井さんの本です。これ3500円で販売してます、ネットで。はい、
よろしくお願いします。あのホームページに書いてありますんで、そこに、もらえれば宅急便で発送します。で、お金は後払いの？宅急便で引き換えで送ります。3500円で、はい、代引きってやつだ。そうですね、うん、最初あの注文していただいた方、偽名の山本さんです、うん、あのお送りしますので。そう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 、空き缶で有名の浅井さん、 G メロさんいらっしゃい、楽しんでってください。空き缶、うん、いやまあ空き缶、あそうそう、のんたんに俺嘘つかれてたんだけど、どう思う？のんたんって彼女ですか？そう、彼女俺に嘘ついてたんだけど。嘘、嘘って、この世は嘘の世界なんだから嘘の方が正解です。あ、そっか、俺が悪い。いや、だからそのじゃない生活をしているという人は、うん、その人をその人を召した時に未来に、未来時代が開けると、未来嘘じゃない生活を、しているという人はあんまりいないけれども、その人が。いなくなったら差し当たって10万人ぐらいに未来が来るだ。だから10万人とに、日本全国で何万人いるかよくわからないけれども、だから10万人に1人の嘘じゃない生活をしている人にをが、を召したら、日本は未来になる。嘘つきどこ行ったの？嘘つき、うん、まあ、いいだから嘘、まあ分かった分かった。嘘つきは国であり全体だからそっちの方が正しい。なるほど。浅井さん、放送終わったよ。はい、ありがとうございました、うん、ではさあ、これ抜くよ。これどちょっと待って、これ抜いていいか、止めたいな。ここバッて、そうそうそう、あれ消えちゃったよ。あ、いいんだ、いいんだ、いいんだ、よし。浅井さん、毎日来るの？明日から。だから毎日って朝は何時まで OK ですか？朝来んの？浅井さん、朝来んの？いや、だからいや、だって夕方って何かしてる時があるとか多いよ。朝がいい。朝何時頃起きてんの？でも浅井さん、朝さ、あれじゃん、声でかいからさ、朝、こんにちは、おはようございます、みんなおはようございます、うん、アパート違う、うん、うん、夕方がいいよ、俺は。夕方、夕方5時ぐらいだったらいいけど、朝来られても仕事だもん俺。じゃあ来れたら毎日来ます。来れたら、来れたらに変わったら、まあいいけど、来れたら、来れないときは、いいじゃあここでメールを入れればいいんですか？浅井さん、 LINE やってないの？ LINE って何？ LINE はいいか、まあ電話、メールって、メールアドレス、 LINE ってメールがタダでできるやつ。メール、うん、これでメールって和道さんに出せばいいんですか？じゃあ俺メール持ってないもん。じゃあツイッターに出せばいいんですか？ツイッターでいいよ。俺のツイッター分かるの？いや、もう分からなかった。何回か水没したから。水没したの？だから連絡が取りようがない。だから夕方に来てよ、来るなら。朝はダメ。
土日だったらいいけど。だからあの、うん、電話番号何番ですか。そしたら電話番号入ってるよ俺の。だからもう水没した。あ、じゃあ入れとくよ。連絡先一件も入ってないじゃん。いや、だからさ、噛んでかけてるのかな。噛んでかけてんの、まだ。大丈夫だよ。まだ噛んでかけてんの。いや、今あの、ほんとプリンターでその紙を打ち出すことに熱中してて、そっちをさ、あんまり考えなかった。使い方わかる？入れたけど。電話。鳴らしてみて。これ押せばいい。なんか。やったよ。うん、いや、浅井さん本当に噛んでかけてるんだよ。電話番号ブワーってあって、あいつだとか言って噛んでかけるんだよ。うん、来た来た。オッケーオッケー。で、行きません電話かける。噛んでかけてんだよ本当。大体当たるから。いや。だから番号を見て、あいつだって言うんだよ。あいつだとか言って、誰？あいつだ。もしもし？ねえ。いや、だってこれも本もそのうち改善しますから大丈夫です。いや、ありがとうね、これ。ほんとじっくり読むわ。あ、それ、そうですよね。はい。大切にする、これ。150年後になったら本当に貴重になりますよ。これ150年後は俺生きてないから。150年後は貴重になると思うよ、これ。本当に。でも俺は生きてないからあんまり関係ない。じゃあ子供に家宝だと渡しといてください。子供いないもん、俺。そしたら、どうしよう。じゃあなるべく早くさ150年後起こしましょう。これでそうだね。そうしよう、はい、150年後早く起こそう、はい、そうしよう。それがいい、うん、発想力がすごい。発想力が半端じゃないよ。150年後早く起こしましょうっていう、もうすげえ大好きだ、それすげえな。150年後早く起こそうっていう俺、このすげえ。いや簡単だよ。だってあの科学技術の会社もあればソニーとかキヤノンとか。ソニーとかキヤノンとか絶対無理だと思うよ。で回ればそれは150年後はすぐ。すぐ。そっか。ああすげえな。だって配信したとしょうがないもんね。そう、私がソニーに行ったりと。いや俺見たけど、あの病院にリアトするのあれすごかったよ。いやあれいるんだよ、あの説明書きがないの。説明書に載っけるべきだって。いやあれはレクチドン引きしてたかんね。ドン引きって何。いやまあいやまあうんいいんだけど、あの大企業とかにあんまり勝手に行くのやめた方がいいよあれ。いや大丈夫だよ。大丈夫じゃなくてなんか怒られてたじゃん。行ったらもうあれだよ。うん。ほんと大企業はもうどうだった？勝手に大企業の社長に合わせろとかやっちゃうんだよ。合わせるじゃないよ。要件があるっつって手紙渡すんでしょ？いや違うよ。このちゃんとあれだよ。普通に浅いことでございますってちゃんと言ってきて普通に。いや言ってるけどさ、入り口でいきなり浅いでございますどうもっつってつかつか入ってっちゃうなんて。すげえバイタリティだよな。あれいつか本当。大変なことになるよ、あれやめた方がいいよ。いやもう散々大変な目にあったんで、もうそれは通り越えたよ。何がだってあれだよ、散々な目にあったもん、あれ始めた時。なんで大企業の社長に会いに行くの。え、病院の院長とかさ、赤十字とかさ、いろんなところ行くじゃん、あれ何なの。いやだから最初はただ出かけてたけど、そのうち話が通る人はさ上じゃなきゃならないってことが分かったの。あ、もう話通すのは上だと、末端じゃダメだと。いやだからそれもただの上じゃダメよ、話が通る人のとこまで行かなきゃダメ。そっか、もうビル・ゲイツとかリアトツそうで怖えわ。寄付っていうか、いやだから
例えばその寄付っていうかあれ勝ち込みでしょだからどっかに行きたいなと一緒に行きます。豊洲の家さ、市場に行ってみるとか2人でね。え市場いいね。でもあれ築地に行った方がいいと思いますか2人で。築地行く今度。そうですね、築地に行って、うん、あのなんかあのどうしてああいう状況になったのか、そのと 解決させてみんなに提出して、でそれであとあれ起こった原因をなくしてくる。これどうですか。あれって何とか豊洲になんか、さ下の方にいっぱい有害なものがたまってるってなった、うん、それが起こった原因を取り除いてくる。これいいですか2人で行って。ああそうだ行こうよしいやだからよく分かる。浅井さんカバンプラッチュだね。え浅井さんのカバンプラダなんだけど。何それ何それって分かってない。プラダなめっちゃおしゃれな浅井さん。浅井さんプラダかっこいいじゃん。これめっちゃいいやつだよプラダ。幸せにもらった、うん、これいいやつだよプラダ。そう、かっこいい。いいじゃん。じゃあ、福田さん、広い物屋さんとかだから、ほら。広い物屋さんとか言わないの。寺田さんの個人情報を晒すなっていう。え、うん、広い物屋さんじゃダメなんだ。ダメだよ、広い物屋さんって言っちゃう。だけど、ゴミ拾いだから、だからそれ何の犯罪にも触れてないけど。まあね。ありがとうございました。はいよー、うん、浅井さんじゃあまたね。うん、気をつけてね。自転車どうする。自転車、うん、持ってくよ浅井さんち、うん、寒いから気をつけて。そうですか、うん、お疲れ様でした、うん、ありがとうね、うん。なんかあれだな、浅井さん今日いつもと違ったね。本の宣伝活動宣伝活動すごかったね、うん、よいしょ。はい、お疲れ様です。ワドツです。いやなんか浅井さんいつもねすぐ帰りたがるんだけど今日長かったね。不思議な感じだったよ。新しいフォロワーさん、ミクさんフォローありがとうございます。うん、いやー面白いね本当に。いやーすげーバイタリティだよね。久々絡んだけどやっぱパンチ力が半端じゃないよね。持ってるパンチが多彩すぎるわ浅井さん。うん、じゃあ僕は。ご飯食べます。皆さんありがとうございました。お疲れ様です。すいません全然絡めなくて。おつおつありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。